キャンデリーどうも見通しです。伸びると思って投稿した動画が伸びなくて、伸びるのかなとか思ってるとこが伸びるっていうよくわからない現象に悩まされてます。いや本当にね、 YouTube ってねよくわかんないなと思いますね。で伸びてない動画とかでも、もうめちゃくちゃいいお店とかたくさんあるので、そちらの動画も合わせて見てほしいなと思います。ということで今回は大阪のおすすめの美味しいパン屋さんをご紹介します。で場所は大阪市周辺です。で今回初めて行くパン屋さんとかもあったんですけど、すごく美味しかったです。で本格的なパン屋さんに行ったことがあんまりなかったんですけど、結構ね美味しくて口が抜けました。でぜひ動画見て食べたいパンとかあれば、ぜひお店に行ってほしいなと思います。またチャンネル登録すると行きたい店とかの参考にもなると思うので、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。では早速本編です。どうぞ。グルメインスタを本気でやってます。 YouTube では紹介しない店とかもインスタで紹介してます。概要欄のリンクからフォローしてね。はい、まずご紹介するパン屋さんはカンテグランドベーカリーさんです。御堂筋中津駅から徒歩1分の場所にお店があります。でここめちゃくちゃ好きなパンがあって、昔よく行ってたんですよ。でしかも僕がたまに行くバーがあるんですけど、まあ面白い店員さん、女性の店員さんがいてて、女性店員さんにパン屋さん、中津のパン屋さんの撮影行ってきましたよって連絡したら、もしかしてカンテグランドじゃないみたいになって、あそうですよみたいになったんですよね。で店員さんもパンが好きらしくて、カンテグランドさんよく行くみたいです。で中津あたりにちょくちょく行く方とかには有名なお店みたいですね。で店内は小さめでパンがたくさん並んでます。で惣菜系のパンもありますし、甘い系のパンもありますし、まあ、プレーンな味のパンとかもあります。でたくさんのパンが揃ってるので、自分好みのパンを選べると思いますので、ぜひ足を運んでみてほしいなと思います。で僕が好きなパンとかもあるので、それをまず紹介していきたいなと思っています。でこの一番好きなのが抹茶メロンパンなんですよ。これ本当に好きで、一時期ね週に 2,3 回食べてましたね。で上がサクサクでほんのり抹茶の味がします。でこれ美味しいので本当におすすめです。で次がこちらがクロワッサンですね。かなり大きいです。で外がもうとてもサクサクです。で中の生地だけ食べるとかなり柔らかいです。で味はプレーンなので、パン本来の味を味わうことができます。でこちらサンドイッチですね。片方はチーズとハムの味がマッチしていて、ほんのり黒胡椒の香りが口の中で広がってきて美味しいです。片方はトロトロな卵が口の中でとろけていきます。マヨケチャップの、ね、味付けは最高です。こちら枝豆のチーズパンですね。あんまり効かないですよね。でパンがもちもちで、チーズとバターっていうんですかねの味がしっかりした後に枝豆の味が後からしてきます。昼過ぎにはほぼなくなってるみたいです。でこちらはチャイパンです。もうケーキかってぐらいに甘いです。でチャイのクリームはめちゃくちゃしっとりしてます。でさらに味がすごく濃くて美味しいです。で昼頃になくなってる商品みたいなので、早めに来店するのがいいんじゃないかなと思います。でこちらはネギまみれです。名前がねちょっと変わってますよね。で中にもしっかりとふんだんとネギが入っていて、パンはしっとりしています。でごまの風味が、しっかりして、タレもとても美味しかったです。これはおすすめです。でこちらがレーズンパンですね。で僕レーズンパン大好きなんですよね。でこのパンはパン自体がほんのり甘いです。でレーズンの酸味とマッチしてすごく美味しかったです。他にも美味しいパンとか揃ってますので、ぜひ行ってみてください。はい、次に紹介させていただくのがパンジュースさんです。パンジュースさんは御堂筋本町駅から徒歩5分のところにあります。で基本を大切にしながらも、あらゆる角度からこれまでの見方を変えていくことで、新たなパンの可能性を生み出していきたいっていう思いが込められてるみたいです。でもう本当その言葉の通りだなって思うほど、見たことがないようなパンがたくさん並んでるんですよ。で普通に全部一気に食べきれないので、どれを食べるか迷いました。でワクワクしながら選んでました。で食材にこだわりがあるみたいで、国産の小麦粉、全粒粉、ライ麦粉を使用されてるみたいです。で他にもオリーブオイルとかマスタードとか小物とかも販売されてますので、合わせて見てもらっていいなと思ったら購入するといいんじゃないかなと思います。まあ、友達のね家に行った時とかにパンを持っていくとか、そんなもありかなと思いますし、とにかく足を運んでみてほしいなと思います。で早速食べたパンを紹介していきたいと思います。こちらオイルサーディンのパンです。魚の味がしっかりしてました。でパンに塗られたソースもしっかりと味があって、じゃがいもは北海道産みたいで、かなり柔らかくて食べやすかったです。でこちらはドスタリ野菜のオープンサンドです。ピザソースの味がほんのりします。パンの中にオレンジの皮みたいなのが入ってあって、時折甘さがありました。なんか新鮮でしたね。で野菜自体にはそんな味付けはされてなくて、野菜本来の味を楽しめました。でこちらはほうれん草とゴルゴンドーラ自家製ホワイトソースです。でほうれん草の味がしっかりしてます。でホワイトシチューをそのままパンにしたイメージです。でパンが硬くて噛み切るのに時間がかかったんですけど、その硬さもまた良かったです。でこちらはアスパラとハムのパンです。パン自体はプレーン味で、アスパラガスがねかなり香ばしかったです。でアスパラは単体で食べても美味しいんだろうなと思いました。
アスパラとねハムの組み合わせって本当に最強ですよね。でこちらはハードのミルクパンです。ハードの形になってるのが可愛いですよね。でずっと噛んでると甘さがだんだんと溶けてきます。でほんのり優しくミルクの味が感じてきます。でこれオーブンとかで焼いたらね 100% 美味しいんだろうなとか思いました。でこちらなんですけども、アドバンティウスさんっていうカフェも経営されていて、こちらでコーヒーとか飲みながらパンをいただくことも可能です。でランチがあったりもします。で結構落ち着いた雰囲気なので、少し休憩する時とかに行くのがいいんじゃないかなと思います。ママ友とね話する時とかにうってつきなのかなとか思いました。で早速ここで食べたパンも紹介していこうとは思うんですけど、こちらは桜のブリオッシュですね。桜味のパンです。桜の味がすごくします。で上のアイシングと桜の香りが混じってものすごく美味しかったです。でこちらはオレンジのブリオッシュです。まあ、共に美味しかったです。で次がですね、カレーのラスクですね。サックサクでした。でベロですね、舌に少しパンをつけた段階で味がしました。でしばらく噛んでほしいなと思うんですけど、すると味がにじみ出てきます。これがねまた美味しいです。でこちらがパンデュースのチーズケーキです。これめちゃんこ美味しいんですよね。で外はパイ生地みたいになっていて、チーズの味がしっかりして超濃厚です。これもおすすめです。で次が、黒ごまのあんパンになってます。めちゃくちゃ黒ごまの香りがするんですよ。で外のパンだけ食べても黒ごまですし、中のあんも食べても黒ごまですし、すごい黒ごまでした。めちゃめちゃ美味しかったですけどね。次は紅茶あんパンです。でこれはねすごく美味しかったです。でめちゃくちゃ紅茶の味が中に入ってます。で焼いたらサクサクですごく美味しいんだろうなと思いました。でこちらはレーズン食パンですね。でバターつけて食べたんですけど、すごく美味しかったです。でレーズン系のパンはね本当に美味しいですね。アドパンティスさんもぜひ、本当に美味しかったので行ってみてほしいなと思います。ぜひチャンネル登録してグルメ仲間になってください。また高評価もよろしくお願いします。はい、次に紹介するのはブーランジュリーブルディガラ大阪店さんです。ブルディガラさんなんですけど、少し行き方が分かりにくいと思うので説明していきます。でリッツカールトンのホテルの横にこのような建物がありますので、それを目印にこのように進んでいってください。このままエスカレーター降りるとお店があります。地下からだと説明が少し難しいので省いていきます。でこちらのお店は高校の時に通っていた予備校時代の僕の担当のチューターさんとお茶しに来たんですよ。でその時に少しパン食べたんですけど、すごく美味しかったので今回もう一度来ました。で店員さんにね撮影許可をいただくために声かけたんですけど、もうすごく気さくに話してくださって、許可くださって、でさらにねパンの説明もたくさんしてくださったんですよね。とても気さくな女性の店員さんでした。今はね LINE 聞きたかったですね。はい、冗談ですけど、すぐにね LINE を聞こうとしてしまう癖があるので直していきます。でブルディグラさんなんですけど、かなりパンの種類が豊富でした。でテレビの魔法のレストランとかでも紹介されたりとかしてるみたいです。で他にもグッズとかジャムとかお菓子とかもありますので、ぜひ来店してご覧になって見てみてください。本当にね可愛いものからたくさんありますので、特にねお菓子とか今回買わなかったんですけど、次回行った時はちょっとお菓子とか食べてみようかなと思います。早速食べたパンの紹介をしていきます。こちらねクイニーアマンです。僕ねクイニーアマン大好きなんですよ。で中に桜餅のような味がついたピンク色のあんこみたいなのが入ってるんですけど、それがねこのパンの美味しさを最大限までね引き上げてくれてましたね。本当にこれ美味しかったので、ぜひ注文してみてください。でこちらがパンオソレイユです。まずハーブが入っているので、ハーブの香りが若干しました。中はすごくもちもちです。で味の表現は難しいんですよね。でハーブが入ってるので芳醇でした。で香りはすごく広がるんですけど、味は薄めの方なんじゃないかなと思います。で僕はサルサと食べてみました。でそれがねまた美味しかったです、まあ、いろんな味をね変えて食べてみるのもいいんじゃないかなと思うんで挑戦してみてください。で続いてはピザのようなパンです。ホワイトベースのソースが最高に美味しかったです。ベーコンがしっかり味がしていて、パン生地は薄めで、チーズとホワイトソースの味が最高にマッチしてました。タケノコみたいなね野菜が乗っていて美味しかったです。でこちらがプティポアです。でこれねものすごく美味しいです。やばかったですね。で中にこうニンニクが効いたクリームソースが入ってて、それがすごく美味しいんですよ。でエビがしっかりと味がして口の中で広がっていきます。でこれもね絶対に注文してほしいなと思うパンになってますね。はい、続いてはエピです。まあ、一度でも見たことある人多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、パンはしっかり噛み応えがある硬さでした。でマスタードが中に入ってあって、でベーコンの味もしっかりしていて美味しかったです。はい、続いてはバケットロデブです。エベズさんの小麦を 100% 使用されてます。なので味自体はすごくシンプルです。でそのまま食べるのもいいかなと思いますし、味付けしてもいいかなと思います。
僕は今回サルサとあとはジャムですねつけて食べました。美味しかったです。このジャムがね本当有能だなと思います。でこちらがセーグルフリュイです。ライ麦パンですね。ドライフルーツの大きめの粒が入っています。であとはクルミも入っていて、クルミとドライフルーツの味が混じり合ってすごく美味しかったです。で続いてはメイユールです。いわゆる高級食パンですね。中身がものすごく柔らかくて美味しいです。かなり芳醇でした。で何もつけずに食べたんですけど、店内で売ってるジャムとかつけたらより一層美味しいんじゃないかなと思いました。でこのパンで自家製サンドイッチとかねしたらたまらんだろうなと思いました。いやここで本当にさまざまなパンがあって美味しいので、ブルディクラさんぜひ行ってみてほしいなと思います。はい、大阪パン屋さん参戦はいかがだったでしょうか。もうちょっとね商品数が多すぎて美味しいを連発してしまいました。もう多分結構美味しいって言ってる気がします。はい、でね、パンのねイメージを覆してくれるようなパンとかもたくさんありました。もう何よりもやっぱ美味しかったです。もうぜひ行ってみてほしいなと思いますので、いいお店があったなと思ったらぜひ行ってみてください。今回の動画がいいなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、では今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ティアンデイ。